ですね。でもね、もうロープワークなんてみんなやってるっしょ。私が今更ロープワークの動画作っても誰が見んねんっていう話もあるけど、うち使ってるのはこのタフグリッドの750ポンドパラコード、いつもこれをフィールドでは持ってきてますけどね。で、ロープワーク初級編イロハのイ、よし、ボーラインノットとトートラインヒッチね。絶対使うから、ボーラインノットとトートラインヒッチはだいたいここはいつも、トートラインヒッチね。で上はあれはボーラインノットでつないでます。なのでちょっとやっていきましょうか。ボーラインノットね、左利きなんで、その辺は斟酌してくださいね。これでしょ。この間バタフライノットをした時に、なんかみんなめっちゃ分かりやすいからもっとやってって言って、よいしょ、画面を見ながらやるって、なんか下ね、下から上から編み込むように、上から出してここに入れて、わかる？おい、これボーラインノット、もやい結びって言いますね。もうなんとかノットとかなんとかヒッチとかなんとかベントとかありますけどね、ノット、ヒッチ、ベント、この3つさえ覚えてればなんとでもなりますわ。もう一回いきますよ。こうでしょ、ここがつなげるところね、こうね、から下、下、下入れて、下、くぐらして、こっち、こっちに入れて、元に戻す。よいしょ。こんな感じですね。これがボーラインノット。あのね、これあるでしょ？これが抜けちゃいけない、ロープなんですよね。これ抜けちゃうと、ほどけちゃうんで。で、ここを引っ張ることによって、ここが締まるのね。ね。だから、引っ張れば引っ張るほど抜けてはいけないロープを締め付けるので、いいノットになるんです。これ以上強いですわ。で、ほどきたい時はもうすぐほどけるから、それがいいところ。以上、終わり。こうやってさ結んだらさ、取る時うわ大変やんってなるやん。でもこうやって結ぶとさ、取る時すごく楽なのね。で、ここさえ緩めれば、よいしょ、もう取れちゃうから。なんぼ引っ張ってても取りやすいっていう。ほどけやすいのね。引っ張ってる間は、ほどけにくいんですけど、ずーっとクランク形状でこう、引っ張ってるから。でも、スッと戻してやると、ほどきやすいっていう。ボーラインノットですね。見てみます？ちゃんとしてるでしょ、ボーラインノット。よし、こんなんで分かりやすい。はい、それではね、ボーラインノット作るでしょ。最初に作っとくわね。まあ、別にここでボーラインノットでもいいんですよ。これでボーラインノット、これでもいいんですけども、ちょっと違う使い方。これやったらヒッチの使い方やから、
ノットの使い方で。よいしょ。ボーラインノットね。もう覚えたでしょ、ボーラインノット。おいよ。よし、これで閉まった。これ閉まるでしょ、これで。ね、で、この綱をピンと張りたいのね。張りたいから、まず、こうね。こういった方がいいか。まず、向こうから持ってきたのを、こっちがここから中に入れて、これでハーフヒッチね。このハーフヒッチ、ヒッチが分かってれば、もうあとはハーフヒッチしか使わないから、でこう来てるから、こでここにもう一個ハーフヒッチ作るのね。こうよいしょ、こうね、よいしょ。だこれでハーフヒッチが2つね、こことここと、いいよいしょ。でもう一回こうな、内側に入れたこの外にハーフヒッチ、こうね。で今でこれを引っ張る、ここを引っ張る、引っ張る、で引っ張る、引っ張る、引っ張る、よよよ、はい、できた。こんな感じでね。これで針を自在に調節できるから自在結びって呼ばれてますね。よいしょ。まあなんなりと使えるロープワークです。はい。トートラインヒッチね。インスタでもやってたけど、バタフライノットね。バタフライノット。1回、2回、3回巻いて、ここを持ってこっち側に出して、これを引き抜く、よいしょ。はい、輪っかができました。バタフライノット。これやったら間になんかこう吊り下げるにも何でも何なりとこの輪っかは使えるので、いっぱい作ってもいいし、簡単でしょ。バタフライノット、よいしょ。1回、2回、3回巻いて、ここを取って、こっち出して、こっから引き抜けば、OK。はい、バタフライノット。簡単。めっちゃ簡単。こことここを持って、よいしょ。これで元に戻る。さあ、次何しよう。フィッシャーマンズノット？フィッシャーマンズノットやろうか。あれは座ってでもできるからいいよね。はい、はい、それではね、フィッシャーマンズノット、このやつをあの輪っかにする方法ね。これまた優秀なノットなんですわ。でこれどっちでもいい、こうクロスさせて、でこう持ってきてここに入れる。何でしょう、これで一結びができるでしょ、ね、ほら、この線、このロープしか使ってないですからね。ここに巻きつけただけね。
でこれも一緒、こうでしょ。でこの中に入れる。よいしょ。原理さえ分かったらすごい簡単やからな。そしたら今はこことここ、これしか使ってないですよね。でここをこう。そしたらお互いをお互いを締め付けてるから、スーッと持っていくと、はい、出来上がり。これシングルね。こんな感じ。もう一回やるよ。よいしょ、よいしょ。これはな、あんまり締め付けると、シングルやったらいいけど、ダブルにするとものすごい硬いから、ほどきにくくなるよね。いくよ、こうでしょ。でこう持ってきて、この中に入れる。で締める、ね。だからこのロープとこのロープしか使ってない。これはスルスル動きますと。次はこっち。これをこう切って、こうやってこの中に入れる。な、こう引っ張る。そしたらこっち側はスルスル動く。こうね。その原理。こっちは動くし、こっちも動くし。それを引き抜くと、フィッシャーマンズノット。はい、これで OK です。いろいろ使えるよ、これ。なんなりと。取れないからね。ダブルフィッシャーマンズノット。ダブルフィッシャーマンズノット。そうね。ノット、ヒッチ、ベント。ノット。あとはロープと単体で結ぶ結び方、ロープ単体で結ぶ結び方、ヒッチはロープと対象物を結ぶ結び方、ロープと対象物、何かに結びつける、何かにくくりつける、ベントは、ロープとロープを結ぶ結び方。だからボーラインノット、トートラインヒッチ、ダブルフィッシャーマンズベントなんですけども、とりあえずこれはノットでやってますけど、ダブルフィッシャーマンズベントっていうのもありますよね。で、だからフィッシャーマンズベント、フィッシャーマンズノットね。これはロープとロープを結ぶ結び方ね。いくよ、1回、今度はダブルやからね。こうやっててね、さっきと一緒、こうやって、2回巻いて、2回巻いて中に入れる。よいしょ。そしたら二重巻きができるよね、こうやって。でこっちも1回、2回巻いて、巻いて中に入れる。よいしょ、これな。ほら、二重巻きができたでしょ。でこれをこうすると、ほら、編み込んだみたいな形になるでしょ。こう、これで正解。これがフィッシャー、ダブルフィッシャーマンズベントノットね、ベント。いくよ、よいしょ。入れて、でこの中にネジ結びっていうけどね、よいしょ。よし、おいよ、こんな感じ。見えた？はい、ティンバーヒッチ。
ネジ結びができたので、いつも作ってますけど、トライポッドの作り方。これで一旦締めて、で、次の木、こう出てくるでしょ？で、こう、8の字に結んでいくのね。丸太でいかだを作るような感じ。よくこう、こうね、こう、8の字に。まあ、やってた方がわかると思うね。いくよ。こうでしょ？で、こうでしょ？で、こうでしょ？こうして、で、できたら、一回中通す。よいしょ。はい、できた。お、簡単じゃん。でしょ？で、次の丸太。よいしょ。次の丸太。で、こうでしょ？で、ここで締め上げといたら、とりあえず締めてる間はずっと締まってるんで、で、こうでしょ？一回。で、8の字。よいしょ。よいしょ。で、2回負けたから、この中に1回通す。通すよ。よし。はい。次はこれとこれ終わったでしょ。こっちか。これとこれは終わったでしょ。で、これとこれが終わったでしょ。だからこれとこれ、こうね。よいしょ。そしたらここに1回入れて、よいしょ。で、次はこっちで入れて、で、こっち。で、最後、こっちとこっちの中に入れる。よいしょ。あと2回ぐらい巻いといてはいいんちゃう？あっちとこっちとで。全然難しいことないんで。めっちゃ簡単やね。よっしゃ、できた。できたよ。完成。おっと、はい、これで結びは終わり。はい、これでどうですか？いいでしょう。トライポット。よいしょ。あとは。はい、そしたら、ここまでできたら、ここ出てるやつをボーラインノット。もうわかるよね、ボーラインノット。こんだけボーラインノット言っとけば。どんなちっちゃくてもボーラインノットはボーラインノットやから。はい、ボーラインノット。でいいでしょ？で、これをここに入れる。よし。ちょっと待ってや。なんか探してくるから。で、ボーラインノット作ったでしょ？で、これをここに入れて、ちょっと枝持ってきたけど。よし。そしたら、このいつも使ってる、スノーピークのナンバーワンケトルをかけて、で、ここに通す。通したところに、これを入れる。よいしょ。どうですか？もう完璧じゃないの？これ。かっちょいいやん。
8ノット8の字結び行をこうでしょ、ここで8の字を作るのね、こうほら8になった、ほら8でしょ、8、はい、でこう出てきたやつをここに返す、8の字結び、簡単やね。はい、W フィギュア8ノット、本当は W フィギュアやからこうして日本で8の字を作るのね。よいしょ、ほら8の字、ここね、丸、ほら日本で8、ここ丸で8の字できたでしょ、丸ってで、これを入れるとほら8の字結び、これよく使うねんけど、このまま使っちゃうとこれギュッてしたらもう取れないのね。なので変形、ここにこれを入れてやる、ここでこれを結んできたところ、こうでしょ、こうでしょ、これをここに入れる、ここに、これでいい、でここでしょ、で締める、いいよいしょ、締める、よいしょ、いいよ、はい、できた。でここなんか引っ掛けれるでしょ、すんごい硬いノットやから W フィギュア8ノットなので、でほどくときはこれを引っ張ればほどける、ほどかれへんやんけ、よいしょ、はい、はいよ、ほい、はい、簡単にほどける。これを普通でやってしまうとほどけないのね、まあほどかれへんから、これこうなってしまったら、こうなってしまったらほんまにこう、今は思いっきり力かかってないから、テンションかかって、あとこれ大変よ、取るのもう大変だ。なのでさっきの方がいいかなと思います。一重つなぎ、二重つなぎ、シートベントとダブルシートベントをちょっとやりたいと思います。異なる二つのロープを、ベントやからつなぎ合わせるのね。うわロープが足らんって言った時に、次足せるように、だから違うロープを用意すればいいねんけど、これしかないから今は、あるわ、だこっちで行こうか、よいしょ、この2本のロープをつなぎたいのね。そうするとまずシートベントね、こうね、でこれを下から入れる、でこうねで出てきたでしょ、出てきたやつをここに入れる、こんな感じ、これをこう引っ張るとほら不思議、外れへんから。なんで外れへんかっていうと、このここを引っ張ることによって、さこの間も言ったけど、抜けちゃいけないロープ、これがここあるでしょ、これが下に入ってるでしょ、抜けちゃいけないロープを締め付けてるのね、引っ張れば引っ張るほど、だから抜けないの。こっちも一緒、抜けちゃいけないロープを引っ張ってるのね、ギュッて、だから抜けないの。一重つなぎ、これでも強力ではないので、で二重つなぎっていうのがある、ダブルシートベントね。こんな強力なノット使うかどうか分からへんけど、いくよ、ここまでは一緒ね、シートベントやから、でここに入れるでしょ、
こう入れたやつをもう一回ここに回してくる。入れたやつをもう一回回してきて、でここに入れる。2個になったでしょ。これの方がより強力なノットになります。ダブルシートベント、なかなかいいでしょ。違うロープがいくらでも継ぎ足していけるっていう。よいしょ。まあ強力なノットです。でこれでこっちの木は OK ね。今この状態、これ離すとこうこうこうね。でこれを、ピンと張りたいからこの状態で固定したいのね。これでラウンドタウン2ハーフヒッチ。まあこれでいいねんけど、この辺で作るか。見えてる？こんな感じ。で、1、2、3と。で、取って、全部取って。よいしょ。ここに通す。通してから引くとテンションめっちゃかかるから、ほら。でも離すと取れるので、これは強い。ここでトートライン1。かまして、これでしょ。でこれで自在に調整が効くっていうわけ。引っ張る、引っ張る。分かった。もうこれ以上多分無理。ちょっと引く。よいしょ。よいしょ。よいしょ。お、だいぶ強くなったね。だいぶ強い。おお、強い強い。トラッカーズヒッチね。よいしょ。そしたら2つになったよね。こっちの方が硬いノットになります。いいよ。これがシングル。あ、これがダブル。こっちがシングル。こんな感じでね。よし。ではさっきの針綱にプルジック。
作っていきます。1回2回3回よっ、よいしょっと、これでプルージックよいしょよいしょ、よいしょ、プルジックできた。あ、もう面倒くさいな。1、2、3回巻いて、よいしょ、よいしょ、はい、こんな感じ。プルジック、これやったらすごく便利だよね。動くけど、ここを持つと動かない。素晴らしい。動くけど、動くけど動かない。よし、2つ作りました。ピンと貼れました。素晴らしい。上からかけるだけでもいいけどね。でもそれやったら止まらへんからピンと貼れないのね。だからプルジックで引っ張っても抜けないのと、こっちも抜けない。よいしょ。トラッカーズヒッチのプルジック、あとは下固定すれば A フレームテントに完成。いい感じだね。よいしょ。こんな感じやな。よし。OK。今日は貼りませんけどね。一応実験的にやってみました。もう一つやりたいね。でもだいたい高さ2メーターぐらいのところにボライノットで、上はボライノットでプルージック、下はトートラインヒッチのプルージックで、ダイヤモンド、はい、これでシェルターになります。よいしょ。よし、下がることはない。よし。よし。はい、一本線が入りました。だいたいこれで110のところです。垂れ下がるからちょうどこれぐらいで110で設定してます。
はい、綺麗にピンと張れました。素晴らしい。ボールも何もいらんもんな。助かる。ペグ4本だけ、あとは上にタープかけます。いやー、三々持ってきてんけど、やっぱりちょっとでかかったね。はい、あとは前の張り出しだけ。よし、頑張るぞ。ワンズがいないからなんかおかしい気分。はい、これで大体完成。はあ、よし、これでいいんじゃない。十分シェルターとして役に立つよ、これは。よし、今日は雨が降らないからね、上はかぶせなかった。だから、3、4分の1前出しただけかな。3-3の幕に、タープの。そんな感じで、内装っていうか、そんな物を全然持ってこれないから、内装って呼べるものは何もないですけどね。よいしょ。あとあれだけ物を出していきたいと思います。